一応組み合わせではラストの対決となっております。ああそうですね、ドラゴンクラゲ VS しまやかさんでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあここからどう3体を選出するか。そしてしもやかさんはメスが3、オスが1、害獣が麻痺しかほぼ打てないのかなという感じですね。しかし鍵の方は全然メロメロ打てる可能性はあると。はい、お、さあ出てんね、出てんね、出てんねと、お、エレザードか、おお、これ完全に読んだのか。メロメロ対策でまあメス出したっていうのもありますね。これ麻痺は通るんですか。いや、確か電気タイプは麻痺にならないんですよ。メロメロも効かないんで。これはということで、これは島君がかなりいい選択なんじゃないのかというで、おお、これは意外と。あ、そしてボルトチェンジでポケモン交換。さあ、ここから何が出てくるかですね。ここでルチャブルがやってきました。そして試合中、お互い無言です。始まってから一言も発しておりません。実況席、実況席、こちら下山さんのサイドになります。下山さん、どうですかこの試合。さあ、そしてここでクレフィー。さあ、ここでクレフィーさん、ここはどんな感じでしょうか。ちょっと静かにしてね。お、ここでルチャブル込みましたね。で、ここでデデンネ、おっと、これはもしかして、おー、これは身代わり。これはかなりいいですね。あら、ここで身代わりを置くことによって自由に行動できるっていうのはかなりうまい。いや、これは交換を読んで身代わりを置いたのか。どんどん読みが当たります。お互いな、お互い一言も話せません。何も言葉を発しません。無言で長考しております。お、身代わりは壊すな。身代わりは壊せましたが、ルフィは何を打つのか。さあ、ジャカルシャイン足りないかな。うわ、耐えるか。あ、耐えた、耐えました。耐えましたねー。よし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 。かー、そうですね。おー、ここでルフィを麻痺状態に、ほっぺスリスリが決まりました。あ、くそか、こすごつめっと。そしてここで落とす。でマジカルシャインでデデンデが倒れてしまいます。まあ麻痺にするという仕事はできたんじゃないでしょうか。さあ、これはどうなる。再びルチャブル。おっと、そうですね、そうですね、特性いたところで、ね、先手でメロメロをかけることができる。だけど信じている、だけど信じている。好きになってくれ、俺をクラゲ。いけー、なーにー、抜ける。おー、ここでメロメロを振り切って飛び膝切りがヒット。あー、抜けました。さあ、ここで大将はるかが待ち受けております。おっと、これ取り直しがありました。アクロバット、効果抜群です。倒れました。頼むぜ、相棒。おっと、ここで月光画が登場しました。御三家月光画、いよいよ決戦です。さあ、ここここで水手裏剣。おっとっとっと、強い強い。お願い手裏剣、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 当たる、当たる、お願い手裏剣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 。効果抜群だ、5回当たって。追加。アクロバット、うお、これを耐えるか、耐えるかで決まる。耐えた。これは。ちゃ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 。おーい、マジか。あっちゃー、やったー。あー、なんとか競り勝った。くっそ、この勝負、クラゲさんの勝利です。ありがとうございます。手裏剣5回が。ということでですね、ここで、はい、総当たり戦では、クラゲさん2勝、しもやかさん2勝ということで、はい、どうしようという感じですね。ダブルね、ダブルね、優勝決定戦でダブルバトル。ダブルの何体にする。あ、公式ルールが44なんですか。あ、そうなんや。じゃあ44でいこう。そうしましょうかね。公式ルール44で。ダブルバトルをあんまり旅でね、ちょこっとしかやってないんでね、
どういう戦術で来るのかっていうのは、まあ、慣れてないっちゃ慣れてない戦い方ですよね。まあ、ちょくちょくダブルバトルはやりましたけど、シングルとはやっぱり勝手が違いますからね。はい。さあ、ポケモンマスターが決まります。これはチャンピオン戦の曲ですね。おお。さあ、決まりました。始まりました。お、ウチャブルを引っ込めて。ああ、ここでクレベースが。クロバット、お、これはかなりいい、いい読みなんじゃないですか。ゴツゴツメットで。あー、これはいい選択ですね。これ交換。クリッピー。鍵がやってきましたね。おっと、あーっと、ここで。おっと、全体また。ここでお互いのアタッカーをどう動かしていくかっていうのが、おっと、ここでエリザード交換。さあ、ハルカで、ハルカが、お、ここでクリッフィー苦割り。お、飛び膝切りは、ああああ、お、今ひ、あ、だから飛行タイプで今ひとつで、うわこれはこれは痛い、これはルチャブル火傷は痛い。ここでまたハルカ交換。おーっと、ここで、あー、もう一匹の選手はドラミドロでしたね。で、身代わりからのメロメロで、あー、これはかなり厳しいんじゃないでしょうか。あらあら、頼む、好きになってくれ。さあ、メロメロで飛び膝。これは自慢の攻撃力も半減か。さあ、ここでパラボラチャージで、お、ここで身代わりはなんとか消すことができましたね。相方のルチャブルに一番効いてますね。おっと、ここでクレッフィー身代わり、ここで身代わりが現れました。さあ、ここでメロメロで技が出せない。あちゃー、メロメロ対決や。そうですね、ここでこれデデンネもメロメロ思ってますからね。うおー、そうね、これはな、これはもうネジネジのオンパレード最悪の試合だ。メロメロ毒毒やけどの最悪の試合です。動け、ここで、ここでメロメロで最後までコードができませんでした。お疲れ、ルチャブル。あ、メロメロで気が狂ってしまったルチャブルをデデンネが引導を渡します。あららら、ドラミドロは毒毒ですが、おお、これは交代を読んだんですかね。身代わりを壊すためのパラボラチャージだったのですが、身代わりが残ってしまいました。全体攻撃は攻撃力が下がるみたいですね。なんてこった、おっと、これはまずいですね。メロメロをかけて身代わりを盾にする戦法、まさに害悪ですね。おっと、ありがとうございます。まずい。オーケー。こちらデデンネもドラミドロに麻痺&メロメロで行動を封じております。かー、出せない。これはお互いめちゃくちゃなっちゃって、なんなんだこの試合は。外役対外役、最低の試合だ。ここで、お、メロメロだ、冷凍ビーム早いな、取った、お、冷凍ビーム、ここでドラミドロに冷凍ビームが命中、効果抜群だ。そしてボルトチェンジがドラミドロヒット、うお、倒した。これは読み違えてしまったか。うわ、マジカルショック、うわもうこれはまずい、うわずるいよ。そしてドクドク。ありがとうございました。いや、クレさん、ありがとうございました。あ、
好きになっていただいて、そして裸出せないありがとうございます。鍵のこと好きになっていただいて、またまた一つ好きになっていただきました。ごたのご来店お待ちしてます。あ、また来ます。ありがとうございます。やっとさあ、この試合下谷選手の勝利です。ありがとうございます。いや、ありました。はあ、ポケモンマスターは下谷さんです。やりました。やった、ありがとうございます。おめでとうございます。やりました。マスター捕獲率一番低いですけれどもね。9匹という数字のせいで、なんでしょう、素直には喜べていません。よかったのでしょうか。やっぱり愛が深かったんでしょうね、その分。ありがとうございます。いやー、ポケモンマスターどうでした？そうですね、人生で一番頭を使ったかもしれません、このわずか1時間に満たない時間ですか。あのチャットの皆さんはすごいって言ってましたよ、頭いいというか。あ、本当ですか。カードゲームの時みたいですね、島田さんの。そう言われると悪い気しかしないですね。あ、すみません。とんでもないです。でもポケモンをやっぱやめなくてよかったなって、辛いこともいっぱいありましたけど、本当嬉しかったなと思います。いや、そうですね、まあ、マスターは今回は挫折しかけましたから。そうですね、本当に泣いてやめてやろうと思った瞬間が何度もありましたんで。まさか、あれからマスターにまで登るとは。おめでとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。ということで、この後ポケモンをジガルデとデオキシスを残して全部捕まえに行こうという時間になります。はい、僕はもうこれから増えないんですね、手持ちのポケモンが。え、嘘でしょ。え、捕まえられるんですか、まだ。あと進化か。全部進化か。ほんまや。そうですね。これ、ポイントの総計とか見れないですか、今までの。いや、そういった機能は全部、いただきは消してました。ないです。そんな得点とかよりもポケモンマスターが偉いですから。そうですよ、過去の得点じゃないんですね。そうです。はい、ね、ポケモンマスター、その通りですよ。何を言ってるんですか。そりゃそうでしょ。あ、結構偉そうになって。先ほど僕の独独をバカにした人たちの名前をね、全部覚えてきますからね。独独僕の独独夢をバカにした人たちを。ポケモンマスターはやっぱネチネチしてんな。じゃあ、やりますか。そうしましょう。そうですね。ここからは、XY 自由行動。